ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。 TC 東京の田坊です。レガシー C の高野修理です。エデアの一徹です。はい、ということで今回も EDH オタクカードを語っていきたいと思います。さあ、2回連続で2人ともね、そのカードをご紹介していただきましたが、今回もご紹介していただこうと思います。はい、このね、EDH オタクカードっていう企画は、まあ、太陽の指輪みたいな、まあ、有名なカードを紹介するのではなく、はい、もう誰が使ってるか分かんないね、本当にどうしようもないみたいなカードを、まあ、どうしようもあるふうにね、なるという企画でもあります。おたりなんでね。おたりなんで、それで気持ちよくなっちゃうという企画になっております。まあ、でもね、ここまで一応ね、ちゃんと使える。そうですね、うん、ちゃんと使える。カード紹介してきたんですけど、今回もね、紹介していきたいと思います。はい。はい、僕ね、このカード、めちゃくちゃ名前が好き。はい、名前が好き。こちら、プリズマイトです。プリズマイト。プリズマイト、うん。ちゃんと使えるカードですか？これ2マナ2、1。はい。で、何でもいいから2マナ払うと、好きな1マナ出ます。好きな1マナ出る。フィルターってこと？2マナ払うと好きなものが1マナ出ます。フィルターってことですか？オロチの早読みの方が強くないですか？いやいや、オロチの早読みは緑マナ使うんです。まあそうです、はい、でもこれ無色マナを好きなものに、まあ、無色マナを好きなものに、はい、確かに。何で強いかっていうと、キャンドルキープの賢者バルというデッキがありますカードがありまして、はい、あいつ、はい、インサーの警戒でタップするとタフネス分だけマナが出る。しかし手札のマナには使えない。手札から呪文されたみには使えない。あ、確かに確かに確かに。そういう効果がありまして、そいつを好きなマナに、マナーロンダリングできる。マナーロンダリングできる。なるほど。なるほどね。で、まあ、この前ちょっと逃走者の動画撮ったんだけど、はい、巨人育ちと一緒に組ませると結構バルってよくて、はい、まあ、10になるからタップすると10万出るんだよ。あ、で、プリズマイトをかませると5マナ出ちゃうんだよ。確かに。5マナ減っちゃいますね。いや、でも、5マナ出るすごいけどね。すごい。確かに。しかも好きな色マナ出るんだもんね。好きなマナ、うん。で、バルって結構その、めちゃくちゃいっぱいマナ出るんだけど、手札を自分に整えないというところが最大のネックだと、うん、そ, それを解消してくれる一番。確かに、うん、パル自体は結構ね、無限マナー結構あるんでね、暗黒のマントルと威圧の杖とパルンズの剣っていう3つのアーティファクトですぐ無限マナーにできるので、ね、うん、ただ手札のマナーには使えないから、うん、ね、大変なんですけど、このプリズマイトがあれば簡単に夕食無限マナーになってしまうと。すごい。なるほど。ちなみに結構ね、これ動画止まって、これはね、石造りの210というカードがありまして、うん、まあ、こいつはウィザードでもクロリックでも戦士でもならず者でもあるんですけど、まあ、同じ効果を持ってますが、はい、でも名前的にはプリズマイトの方がよくないですか？まあ、呼びたい名前はプリズマイトじゃないですか、まあまあ、呼びたい名前はプリズマイトなんですね。まあそんなに大して変わんないし、まあサーチもしやすそうですね、だんだん、うん、あ、これさ、ウィザードじゃん、うん、まさか通り抜けと相性がいい。プリズマイトじゃなくてよ、ね、気づいちゃった今ちょっとね、バブルだけ気づいちゃったんだけど、戦いの中で成長していいいや、でもまあ、まあまあまあ、でもどっちも入れたいよね、まあ、どっちも入れたい。そして名前はプリズマイトの方が呼びたい。名前が、名前をまあ、こっち来た時もあのプリズマイトって言いながら出せますか？そう、プリズマイトですって嘘です嘘だけどはい、ということでバル使う人は、ね、この2枚、はい、必ずデッキに入れてください、はい、絶対必要です必ず必ずはい、ということであれ、石造りの210を紹介したんだっけな、よく分かんなくなっちゃったはい、ということで、はい、じゃあ、はい、タオ君、はい、じゃあ僕が紹介するのは、はい、雲海の海賊です。おう、はい、はい、こいつ何かというと、1マナ11飛行で飛行を持つクリーチャーしかブロックできない。カードの絵は可愛い、めっちゃカードこれね、ポータルのめっちゃ可愛いカードなんですけど、これ再録してないんですよ。おお、これあのおなんか 1マナ11飛行だよね。1マナ11飛行です。なんならデメリット能力あるよね。デメリットあります。これあのどこで使われてるかっていうと、パウパー EDH って言われてそこでしか使われてない、もしかして。これはね、パウパー EDH で使われてます。そう、はい、これマルコムっていう、あ、マルコムね、統率者いますね、うんうん、マルコムってあの海賊がダメージ与えたら、宝物出すんですよ、うん、はい、古文で1マナ11飛行、うん、確かに海賊、はい、めっちゃ強い。強い、まあ、マルコム使うとして、あの1マナの海賊って調べたんですけど、制限の嵐縛りと幽体の船乗りと、まあ、こいつと、うん、あと多層の戦士ぐらいしかないんですよね、うん、はい、めっちゃ上位に食い込んでくるんじゃないですか。そうですね、飛行を持ってますもん、うん、そういや、多層は大体飛行持ってないからあと、まあ、リンプンの代わりとかいますよね、うん、まあ、パウパーイリーチでは唯一の1マナ11飛行海賊、はい、まあ、これ最強です。いや、実は僕もパウパーイリーチマルコムなんですね。かぶってる。で、僕は海賊で調べてた時にこいつを発見して衝撃でしたね。1マナで飛んでる、最高じゃん。どの次元の話されてるのか分からないけど信じられないよ。まあ、ただ普通のマルコムでもワンチャンある。まあ、そうですね。
そのえ、そのパウパーだけしてパウパーだけ。いや、僕使ってるのパウパー EDH なんで。まあ、どうなんでしょう、その、まあ、そこは使えるって言ってくれよ。今フォローしただろ。無用なフォローです。いや、まあ、幽体の船乗りとか使った方が基本的には強いです。まあ、そうですね。このカードに愛はないのか。このカードへの愛は、まあ、パウパーイリッチやってると愛はいっぱいあります。パウパーイリッチで使いましょう。どうそこに呼びかけてるの。パウパーイリッチすごくいいフォーマットで、これ飾っていいんですか。いいよ。あ、いいですか。カバン君なんかも高が出てる。パウパーイリッチね、すごくいいフォーマットで、うん、逃走者って青いデッキ使うと上限なく金使うじゃないですか、うん、タイムツイスターだったり。パウパーイリッチって全部コモなんですよ、うん、どんなにデッキを強くしようとしても2万円ぐらいかないんですよ、うん、そこが僕の推しです。なるほど。レベル90って言い張るパウパーイリッチ界のトップカードなんじゃないですか、うん、これいくらするの。これ今なんと300円。結構すんな。結構するわ。でも、いやでも、いや、精神的ハードルが高い。これに300円だね。これに300円って精神的ハードルがちょっと高い。でもオールドカードですよ。え、うん、再録もされなそうやね。そうそうそうですね。この絵で再録ないでしょ。この絵で確かに、まずない、まずない。で、しかもあんまないじゃないですか、うん、こういうカードってやっぱ古いカード好きな人いっぱいいると思うんですよ、うん、で、この見てください、このパワーアタックネスに剣と盾の枠みたいな。ポータルある。ポータルある。これ再録したら絶対ついてないですよ。ついてない。もうこれはね、今買うしかないっす。じゃあ収益次お願いします。こちらですね、エメラードとチャームエメラードの前け、うん、はい、これはね、俺も知ってる。まあまあ有名で結構強いんだよね、そのモードが。なんと1万なんですよ、しかも、うん、これなんとパーマネントアンタップ1万で。おお。アンタップしてアンタップばっかり、アンタップしてばっかりなんですよ。もう1個のモード、うん、オーラでないエンチャントを破壊すること、うん、1万なんで。で、なんともう1個のじゃん、対象のクリーチャーの飛行がなくなります。うわ、おお、強烈。なるほどね、飛行をなくして、うん、なんか殴ってきたやつ、飛行をなくしてブロック。そう、これ、うん、過去に私、リンバーラを飛行失わせてフルブロックでこう。なるほどね、リンバーラあれだよね。リンバーラがちょっとやばいんですよ、リンバーラはちょっときつすぎる。リンバーラちょっとやばすぎて、やっと、飛行失って全部ブロックしちゃった。これね、これでなんだろう、除去にもなる。除去にも、まあ自分のベジャーいっぱい死ぬんですけど、除去にも動けるからなんとか。まあよくね、エルフとかでやっぱタップで物出したりとか、それがミンバーラーで全部止められちゃうから、それでブロックして倒すって。でも少なくともアンタップと、エンチャント破壊はかなり強いんですよ、うん、1マナの割には。おすすめの緑、ミドタンとかだったらね、うん、入れてもいいんじゃないかなって一番。まあやっぱアンタップするカードといえば。あ、やっぱガイア作れるトニクソスですね。そこはね、テーマで。でも、まあ、バウインとかセルバラとかでもいますね。ジェネラルがアンタップして大量のマナを生み出すやつだと結構やっぱり一番アンタップっていうだけでかなり価値があって、しかもやっぱりそういうチェーンコンボデッキってやっぱりミスティックの研究とか呪文を唱えるたびに追加のマナを払わないとカードを引くよみたいなカード、うん、あとはミスティックレモラーとかがやっぱりネックになっちゃうんですね、勝つときどうしても呪文を連打する、うん、それをたった1枚で破壊して、うん、しかも自分のデッキのコンボパートにもなってるっていうのカードはかなり珍しいんじゃないかな、うん、めっちゃ偉いですね。それめっちゃ偉いです。かなりミドタンだと、うん、これは普通にもう納得の1枚です、ね、結構強いカードですね、うん、はい、なるほど。じゃあ、インテスさん、はい、じゃあ、まあ流れに乗って僕もアンタップするカードをご紹介しましょう。はい、これはこちら、通電式召使い。ああ、これはね、これね、ドミナリアで登場してたコモンカードで、うん、結構見覚えある方もいるんじゃないかな。コモン強調しました。コモンです、そう。パウパー EDH の使用可能。ちょっと乗ってきたね、僕乗ってきた。ただパウパー EDH でどう使うかは全くちょっと思いつかないんですけど、まあ漢字の能力は、はい、2マナ1さんのアーティファクトクリーチャーです。僕の終了ステップ開始時にアーティファクト1つを対象を取ってアンタップできるよという能力を持ってます。なのでこれ当時はまあこいつを出して、こいつ仮に殴っていったとしても終了ステップにこいつ対象を取ってアンタップができるから、そう、まあ実質警戒だよねとか、当時一緒にいたこのトラクソス、はいはいはい、77トランプルがたった4万強いと思いきや、なんとアンタップステップにアンタップしないという弱点を持ってます。のでまあ、こいつを使って起こしてあげるっていうことがあったと思うんですが、統率者戦ではこの辺りのモノリス系のカードをアンタップできる。例えばこいつが一番きついですかね、魔力の質、うん、これね1マナーからタップで3マナー出せるんですけど、うん、アンタップするのに4マナーもかかっちゃうし、うん、アンタップするタイミングもアップキープ中じゃなきゃいけなくって、今このターン暇そうだから起こしとこうかなって起こしたらトップが強くてまだ使いたいぞみたいな、あ結構ありがち、結構ありがちっていう中、まあ、こいつがいてくれれば
自分の終了ステップ開始時にこいつを起こせる、うんはい、しかも3マナでそう1ターン目にそうなんです1マナからこれを出す、はい、ここから3マナ出してこいつを出す、はい、まだ1マナ浮いてるのに、はい、終了ステップにこいつが起きちゃうというおーすごい、ね、非常にいいテンポを作ってくれる、うん確かにうん、僕が使ってるのはこれコジレックのデッキでおこれはコジレックにこれはコジレックカードこれはコジレックカードです、はいでこれのいいところは、はい、1、3っていうスタッツも非常にいいと、はいはいはい、1、3あるとティムダをブロックできる確かにそこね、そう大事、大事確かにグレンジョークでやられないっていうのも偉いし、まあ、そうですね、うん、ということで、結構いぶし銀なコジレックカード、うんまあ、他にも相性のいいカードは、まあ、グリーンモノリスとかゲムガーのモノリスとかもそうだし、うん、あとはまあこういうカルドーサのカジマンシュ、はいはいまあ、強力なタップ能力を持ってるカードを、まあ、1回使って終了ステップで起こして、うん、相手のターン中にもう1回使っちゃおうとか、うん、っていうこともできるということで結構見た目以上に器用、はいうん、ということで、まあ、今度ちょっとずつアド取るカードっぽく見えますね。そうですね。わざわざこれ除去するかと言われると、まあね、除去はしないんだけど、でもほっとくと結構厄介面倒くせえということになってしまうということで、またねドミナリアに今度再訪するということで、うん、再録？再録される可能性なくはないのかな。なくはない。なんかコマンドが逆に再録しやすそうだけど、なくはないですね。このアートもね、ここにスランの発電機っていう4マナから3マナ出るやつが書いてあったり、これ通電式キー、あ、そうだ、そう、腕が通電式キーになってますね。通電式キーっていうのは1マナのアーティファクトで、うん、1マナタップでアーティファクトをアンタップできるよっていう、まあ、これの元ネタのカードです、ね。まあ、よく言えばね、もうね、自分のターンにアンタップしてほしいけど、まあそうですね、イメージそうですね。だからそこはね、そう、まあ古文だから、しょうがないな。レアだったら、メイン中やった。レアだったら、もう、レアだったらいつでもいいだろう。はい、というわけで、はいまあ、今度ドミナリアに再訪するんで、また、ひょっとしたら相性のいいカードが出てくるかもしれない、うん、し、なんなら、まあ、再訪される可能性もあるけど、はい、今、僕が注目しているカードの1枚、はい、通電式召使いでした、はい。はい、ということで、今回もまあまあ、いいカード、ありますね。はい、そうですね。今回、でもかなりオタクだね。だいぶオタク、そうですね。全部古文です。タオ君の全部古文全部古文だ。あ、すごい、パーパー ID 調達カード紹介だったんですけど、そういうとこに。これは使わねえだろ。海外で使うのか、まあ、まだ出ますからね、はい、ということでよかったかな、ハンパー EDH で使ってみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピーお疲れでした。タボでした。タカムでした。メディアの一徹でした。また次回バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。